第4弾、なんだかお掃除グッズのようなものが置かれてるんですけど、なんかミッションを執行してください。何が出るんでしょうか。これで過去から奈良山奈美です。こんにちは。ということで第4弾奈良山奈美の一人でできるもんやってきます。はい、今回は料理編でもなく、なんだかお掃除グッズのようなものが置かれてるんですけど、これ自分で用意して、今回マネージャーさんが来てくださって、でこちらが用意されました。そうです。私の苦手な掃除編でございます。ということで何をするのかっていうのをボスに聞いたら、とりあえずくじがあるを引いて、くじをね引いてもらって、それでなんかミッションを遂行してくださいみたいな感じで来たので、くじを引いてどこを何を掃除するのかっていうのを今回引いてみたいと思います。じゃあこれにします。何が出るんでしょうか。テレビ周り、あ、ちょうど真裏にあるテレビ周りですね、の掃除ですね。やったことない。テレビ周りか。テレビ周りはあんまりやったことないですけど、まあ、せっかくなので蒸し暑いですけど掃除して心の中から爽やかな気分になりたいと思います。それでは荒井まなみの一人でできるもんやっていきましょう。はい、ということで移動してきました。わずか30センチぐらいのプールなんですけど、こちらがテレビ周りですね。特にそんな汚れてはいないんだけど、このテレビの液ってそんな立ってないから言うて、あ、でもちょっとほこりが溜まってるので、ほこりを掃除していきましょう。頑張ります。いってきます。どうしよう。どうしよう。意外とよく見てみるとホコリが結構溜まってたので、まずはじゃあこれでホコリを落とします。なんかこれがさ、小学生だったらさ、やってできましたって感じだけどさ、22歳、本当に23歳、女性がやってるところなんて生きて当たり前じゃないみたいな、そうなるじゃん。言うてさ、何ゴミ屋敷っていうわけでも何があるの。なんかあった、洗濯ばさみがあった。すっごいほこり、これあんま見せちゃいけない気がする。すごいほこりが溜まってたんだね。ベッティ、掃除編みたいな感じでね、やりましょう。水拭きってわけじゃなくて、上っていう風に拭いて、でもさ、よくよく考えたらここの周りだから床もちゃんと掃除した方がいいのか。水拭き一回終わったら掃除機しよう。できました。掃除機かけます。はい、掃除機が終わったので戻します。これさ、何やるんだって。よくせ、テレビを残そう。きれいにしますよ。テレビは OK。
これで OK かな。はい、テレビはこれで OK です。じゃあちょっと出したものを戻していきます。で洗面所にやってきました。で今、洗濯機、突然洗濯機掃除してって言われたんで急いで薬局に行って洗濯槽カビキラーを買ってきました。あんまりまあでも汚れてんのか。これはね、このちょっと分かんないかな、しますけど、ここにホコリを溜める袋があるんですけど、これはちょっと汚れてるのでこれを先にポイしてきます。意外とホコリが溜まってる。ちょっとじゃあ連れてきます。はい、連れてきました。これを戻して、でこれだね、この全自動洗濯機の場合で、これを電源を入れてから本材を全量入れる。これが9キロサイズまでの洗濯機だったらこれ全部入れるそうです。入れます、全部入れます。うん、これでいいんだ。全部入れて、でうちのこの洗濯機はこの送洗浄ホースがあるので、送洗浄ホースで蓋閉めて、スタート。蓋しなくてもいいのかな、さすがにそれは書いてないから。さよなら。じゃあやってくれてる間に他のことをやりましょう。はい、ということで今若干音が聞こえるかもしれないですけど、洗濯機を掃除してます。でテレビが終わって洗濯機増してて、あと2箇所ぐらいあるそうです。じゃあちょっとテレビしていきましょう。全部掃除するらしい。出たー、扇風機。扇風機、ちょっとじゃあ扇風機掃除していきます。はい、ということで扇風機を自分の部屋から持ってきました。やり方っていうか、分解して、私分解するとさ、よくさ、壊すんだわ。外れました。え、ここも取れるの？私とか言っちゃった。これで全部ました。こんな姿になっちゃって。じゃあまず外したこの部品たちを、このフローリング用のホコリ取りシート持ってきました。これ乾いてるやつです。まずはホコリを取ります。これでもう洗いに行きましょう。はい、ということでキッチンの方に移動してきました。これを少量の、めっちゃ水飛んじゃった、ごめんなさい、少量のこの普通の食器用洗剤で洗うそうです。なんか付け洗いとかじゃなくて普通に洗う感じですか。
濡らしてちょっと、ちょっとでいいんだ。じゃあまずこれから、これがないと扇風機がないかな。こんなことやったことないよ。こうだ。はっ、できた。ちょっと電源つけちゃおうね。よいしょ。おー、できた。掃除できた。涼しい。ということで、扇風機のお掃除完了です。じゃあ最後のお掃除いきましょう。はい、じゃあ最後いきます。ドン。掃除機あれか、今さっきまでずっとかけてたやつ、掃除機。じゃあこれが最後ということで、掃除していきましょう。はい、ということで、もう今日結構使ってた掃除機です、パナソニックさんの使わせていただいております。多分掃除機の掃除っていうのはこの中のフィルターの取り替えだと思うんですけど、一回開けてみましょう。おう、こういう感じです。だいぶ埃が溜まってますね。じゃあ掃除します、掃除しますって言ってもこの、これをさ、一回ポイしていきます。よいしょ。ちょっとこの中もね、だいぶホコリが溜まってるので、これはウェッティでもいいのかな、ウェッティでいいんですかね。ドライ用ので拭いていきます。これは行ってきました、改良のパックなのかなですね。これはパナソニックなので、パナソニック M 型4つ完了しました。
なと思ったけど、意外と今時計がないもんで何時か分かんないですけど1時間ぐらいでできたんじゃないでしょうか。多分ね、洗濯機の方ももうちょっとかかると思うんですけど、扇風機も終わってテレビ周りもやって掃除機も無事に終わったので、これからもっとちゃんと掃除と向き合っていきたいと思います。はい、ということで、洗い物見の一人でできるもん第4弾掃除やってきました。今後も頑張っていきたいと思います。皆さんもよかったらコメント等でいろいろと教えてください。次に何に挑戦してほしいとかそういうのもあったらぜひぜひコメントの方お待ちしております。ということで第4弾でした。ありがとうございました。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いします。その他にもおすすめ動画や最新動画ございますので、ぜひご覧になって、そしてアプガのライブに遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、アップアップガールズカトカリーでした。